This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの共振所を通じてお送りしています。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。中国人によるタイでの不動産購入が増えています。タイ外務省が第42回アセアサミットに出席しました。タイの国王王妃両陛下はイギリスのチャールズ国王の戴冠式にご出席されました。インフレ率は16ヶ月ぶりの低水準となりました。それではまず、はじめのニュースです。中国人によるタイでの不動産購入が増えています。中国人は国内の不動産販売への不安から安全な投資を求めて、タイでの不動産市場に注目しています。中国が今年厳しいコロナ規制を緩和して以来、タイでの不動産購入を希望する中国人が増えています。多くの中国人が海外の不動産に投資することを熱望しており、万が一の場合に備えたセーフティーネットとして、また経済へのリスクヘッジのために海外での不動産購入に熱心だと言われています。ウェブサイトトリップドットコムのデータによりますと、5月の連休中、中国人旅行者が最も多く出かけたのはタイで、これに次いで日本、韓国となりました。タイでは評判の高いインターナショナルスクールや質の高い医療施設があるため、セカンドハウスを手に入れたいと考える人が増えています。タイは今年少なくとも500万人の中国人観光客がタイを訪れると見ており、中には不動産を購入する人もいます。タイ不動産協会のメサック会長は、中国からタイの不動産に対する需要があるのは確かだと語っています。会長によりますと、首都バンコクをはじめ、北部山岳地帯のチェンマイ県、東海岸のビーチリゾート、ションブリー県パタヤ市、東北部のイサン地方など、主要都市の物件が購入の上位を占めています。タイの法律では、外国人が所有するコンドミニアムの戸数は 49% 以内に制限されていますが、購入希望者が殺到しており、中国人バイヤーをターゲットとする不動産業者には大きなビジネスチャンスとなっています。次のニュースです。タイ外務大臣が第42回アセアサミットに出席しました。タイのドン外務大臣は先週、インドネシアで開催された第42回東南アジア諸国連合首脳会議アセアサミットに出席し、地域及び国際問題について協議しました。ドン副首相兼外務大臣はプラユット首相の代理として第42回アセアサミットに出席しました。サミットは5月9日から11日にかけ、インドネシアのラブアンバジョで開催されました。アセアサミットはインドネシアが2023年の議長国としてアセアンマターをテーマに開催する初のアセアン首脳会議となりました。アセアンマターはアセアンを成長の中心として、アセアンの地位を築くことを目的として開催されました。ドン外務大臣は一連のアセアン閣僚会合やアセアンの首脳との会議のほか、主要ステークホルダーの代表との間の会議にも出席しました。これらの会議にはアセアン同盟国会議、アセアンビジネス諮問委員会、
第15回インドネシア、マレーシア、タイ成長トライアングルサミットなども含まれています。サミットでは ASEAN の共同体構築や ASEAN の対外関係、地域や国際的な重要課題に焦点を当てた議論が行われました。今回の ASEAN サミットでは首脳らと経済界を含む各界の代表との多様な対話が行われ、経済回復や発展について話し合われました。次のニュースです。タイの国王王妃両殿下はイギリスのチャールズ国王陛下の戴冠式にご出席されました。タイのワチェラロンコン国王陛下とティダ王妃の両殿下は週末にロンドンのウェストミンスター寺院で行われたイギリスのチャールズ国王陛下とカミラ王妃の戴冠式に出席されました。チャールズ国王陛下の正式な招待を受け、タイの国王王妃両殿下は5月6日にイギリスを訪問されました。戴冠式にはタイのワチェラロンコン国王陛下、ティダ王妃のほか、モナコのアルベール2世大公とシャーリーヌ妃、ブータンのワンチュク国王とジェチェンペマ王妃、日本の秋篠宮様と紀子様、その他世界各国の君主や首脳らのほか、地域社会に貢献した人たちも招待され、2200人が参列しました。タイ王室広報局によりますと、両陛下は戴冠式前日の5月5日にバッキンガム宮殿で行われたチャールズ国王陛下主催の各国首脳や海外代表を招いたレセプションにもご出席されました。次のニュースです。インフレ率は16ヶ月ぶりの低水準となりました。タイのインフレ率は引き続き低下しており、最新のインフレ率は16ヶ月ぶりの低水準となる 2.67% を記録しましたが、多くの商品価格は上昇を続けています。商務省貿易政策戦略局のプンポン局長によりますと、商品の小売価格や燃料価格の低下に伴い、5月のインフレ率はさらに低下して 2% 以下になる見込みです。貿易政策戦略局はインフレ率に影響を与えるリスク要因として、調理用ガス価格の高騰、農産物に影響を与える干ばつ被害、商品やサービス価格に影響を与える観光セクターの回復の遅れなどで、これらを引き続き監視していく予定です。貿易政策戦略局の最新のモニタリングでは、430品目のうち334品目の商品やサービスの値上げが報告されています。一方、植物油、豚肉、キャベツなど58品目は価格が下がりました。貿易政策戦略局によりますと、タイの3月のインフレ率は133カ国中14番目に低く、インフレ率を公表したラオス、フィリピン、シンガポール、インドネシア、マレーシア、ベトナムの ASEAN7 カ国の中では最も低い数字となっています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。中国人によるタイでの不動産購入が増えています。タイ外務大臣が第42回 ASEAN サミットに出席しました。タイの国王王妃両陛下はイギリスのチャールズ国王陛下の戴冠式にご出席されました。インフレ率は16ヶ月ぶりの低水準となりました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さよなら。
Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.